皆さんこんにちは瀬尾です瀬尾順のレッツ話117回目です1998シーズン J リーグ第8節で鹿島に4対1と解消したレッツは第9節でホームに柏レイソロを迎えましたまあホームゲームですけどこの試合は国立競技場で行われて4月29日緑の日のお休みで15時からの試合で4万6千人という入場者がありました あの今言いましたけど4月29日緑の日、まあ、余談になっちゃいますけど今緑の日って5月月日日日でですすよね4月29日は昭和のもともと4月29日昭和天皇の誕生日なんですからその名称もおかしくはないですし休日が増えるっていうことは賛成なんですけど緑の日という名称をその持ってった移動したっていうのは。 なんかのに混乱を生む元だったんじゃないかなと思うんですよね。だ今私が4月29日緑の日の休日って言った時に、え緑の日って5月4日でしょみたいに、えー、まあ言う人はよく知ってる方の人なんですけど、そういう,ふうに混乱しちゃうじゃないですか。ちなみにあの5月4日って1984年までは休みじゃなかったんです。三日と五日だけ休みで、四日が日曜日に挟んだなったら三年休み,みたいな。 私が子供の頃はゴーールデンウィークってそういういもんだったんですね。だからあの4月29日は休みで,で、えー、例えば31日が日曜日とかになったりすると飛び石連休みたいなそういう言い方をしてました。で、えー、1985年から2006年まで5月4日は休みになったんですけど国民の休日っていう。 そのなんかちょっとマニアックなクイズに出てきそうな名称での休日だったんですね、まあ、だから5月4日は何とかで休みですよ何とかの日で休みですよっていう独自の名前つけるのはもちろん大事だったと思うんですけど緑の日以外のものにしてほしかったなと、えー、余談ですけど思います。本題にに戻りまますすのこの前説ででね天敵と言言っっって島たたさきいし 初めてのアウェーで4対1で勝つっていうのは相当な喜びでですねしかもこれ鹿島戦4月25日だったんでまだ4日しか経ってないわけですよ喜びの気持ち湯気が立ってるっていうかそういう状態だったと思うんですよねでこういう時ってやっぱり浮かれ気分続くじゃないですかでいい時もあるけど悪影響もあるのかなとあの鹿島戦でも優勝決まっちゃったとかあるいは鹿島に勝ったから特別に勝ち点10もらえるとか まあ、そうだったら別ですけど、えー、どんな相手にねどんないい内容で勝っても勝ち点3しかもらえないんですからこの次の柏に勝って初めて鹿島に勝ったその意義があるというかね勝利がより生きてくると思うんですよね。で試合この柏戦どうなったかといいますと前半29分に大島健二選手が先制ゴールを決めます。 もしかしたら今日も楽勝というムードがねその時強まったかもしれないですよね、えー、いい流れいい流れでもないですよね連敗の後鹿島に勝ったっていうだけですから、まあ、でもそのイメージがあるうちに先制したとでそれ自体だから悪いことじゃないんですよ先生だけど波にものい,い,いい時の先制点って波に乗れるっていうこともあると思いますけど逆に気の緩みにもつながってしまうこともあるどっちが転ぶかわからない部分があるんですけどこの試合は 気の緩みがあったとしても一瞬でそれを引き締める出来事がありました何かというと、えー、ゼリコ・ペトルビッチ選手が前半42分に一発退場になってしまうんです相手のフリーキックに対して壁作っている時にまあ、相手になんかこう暴力行為を働いたみたいなことだったんで私よく分かってないんですけど退場になっちゃうとでまあ前半42分ですから後半の45分間 レッツは10人で丸々戦ったということなんですけど柏は当然数的優位を背景にこう猛攻を仕掛けてくるじゃないですかえシュート数はですね前半がレッツ5本柏4本だったんですけど後半はレッツ4本柏が11本しかしレッツはその4本のうち2本を決めるんですね 2, 本と2点とも大島健二選手でえ後半の8分と30分です で多くの選手が何人もの選手がつないで最後のフィニッシュを大島選手が担当したみたいなそんな感じで結局先制点と合わせてハットトリックですよ大島選手このシーズン8点目ですでまあ10人になってやっぱり攻撃にさらされる時間も多かったんですけどあの退場になった時に、えー、ビギリスタイン選手を外して広瀬修選手を入れて、まあ、守備のほころびをそこで防いだって形で。 しかもこの試合礼拝選手は出場停止だったんですけど失点ゼロで守りきりました続く第10節ですアウェーのガンバ大阪戦あの前半の列ピリッとしない展開だったんです<れ>まあ前の説の柏戦のようなすごくあの試合はまあ1人足んなかったこともあって精力的な動きと早いパス回しで勝ったんですけどそれが見られずですね 前半シュート2本しか打ててなかったんですでハーフタイムに原監督はお前ら本当に勝利あんのかと本当に勝利あんのかと言ったそうです、えー、今からこう原監督になっていますけど鹿島戦は今まで鹿島,鹿島スタジアムで鹿島に勝ったことがないっていう状況を何とかしようとしてみんな頑張ったとだから柏島戦は10人になった こともあって、J リーグ全体の入場者が減ってる中で4万6千人ぐらいものサポーターが来てくれてねみんな必死でやったとガンバは甲斐だから気持ちが緩んでんじゃないかこの試合で力出せないようだったら強いチームになんかなれないと勝つ気ないんだったらやんない方がいいよとまで言ったということでしたハーフタイムにねこう戦術的な指示を出すのでもいいですし怒るんでもいいですけど何でもいいから。 チームにね空気を入れて後半のピッチに送り出すっていうのが監督の仕事だと僕は思うんですけど、まあ、この日の原さんは、えー、まさに空気をいいっぱい入れて、えー、ピッチに送り出しましまた後半レッズは見違えるような動きでですね、えー、10分に大島健二選手そして37分に岡野正之選手がゴールを決めて2対0で勝利しました。 あのシーズン初の3連勝で順位を5位まで上げた試合でした。